それでは竹内多門、3日目の22時やったかな、焼け跡の発見いきたいと思います。中央交差点へ向かう。え、何これ、懐中電灯ないや。中央交差点もクソも見えへんぞこれ。今どこだ、中央交差点。あんなとこまでどうやって行くねん、複雑だろこの地図で。中央交差点、懐中電灯ないもんだって。じゃあジャックスは怖い言ってる、あれがいるね、ブレインがいるね。なんか食うてるぞ、なんか食うてる。お父さんぐらい、4匹いるやん。ゴアポイってでしょ。あ、1匹見てるやつもいる。あれブレインっぽいよな、あれブレインっぽいよな。なんか顔がなんか違う、怪獣電灯。こいつ懐中電灯持ってるやつ、どれやろ。これとこれでしょ、どれだ。どれだ、よし、でもこれ全部動いてるんだ、すんげえ動いてるんだよ。もうなんか食ってるやつとおふろちょろしてるやつと、ブレインでしょ、懐中電灯ブレインでしょ。これ進まなきゃ話なんねえか。動き始まった。わっ、この服、ナオコなんか食ってる、完全に犬しびとなってる。うわー汚っ。やばい、こいつやるぞ、こいつやるぞ。やった、ナオコ、ナオコ、ナオコあんなになってた。役に立ちさん、ゴミ食ってたぞあいつ、落ちたな、落ちぶれたな。どっち行くんだ、こっちはいけないか、ここ行くしか知らないか。落ちぶれたな、ちょっととりあえずこっちが行っとかないと危ないっしょ、バレっしょ。懐中電灯とかないの怖いわ。復活したか、なあこの復活してない。疑似科学物の雑誌が置いてある。雑誌アトランティス増刊号。この上なんかないんか。懐中電灯くれや。懐中電灯ないんかな。懐中電灯ないわ。懐中電灯なしで行けてか。
懐中電灯あったんかね、実は。全くもってわかんない。俺がどこにいんのやろ。これっぽいな、この辺出てきそうな気がするよな。中野家の向こうにいるね。ここに来たか。でそこが公園か。解体屋、解体屋から中野家に来たか。スタート来て解体屋行って、で中公園は来てないけど中野家に来ちゃったか。どうやって来てるのか分からへんけど、とりあえず一匹俺のこの奥側にいんだよ。あ、なんかムービー始まった今度。なんでムービー多いな。今度何？お、なんか釜やってる。アルミちゃん。アルミちゃん言ってる。どこ？うわ、唇お化けや。先生やん。高藤先生やこれ。お、2匹同時とかやめろよ。ちょ、2匹同時じゃないわ。やめろ。やばい、死ぬ。もう死ぬわ。もう絶対死ぬわ。2匹同時はちょっときついわ。さすがに2匹同時はきつい。2匹同時はさすがにきつい。2匹同時はさすがにちょっときついな。いた、死んだ。無理だろ、お前。2匹同時とかないでしょ。あれはないわ。タカと一匹やったらやれるけどな。死んだ。来たけどさ、この先生さ、あ、こいつこっち近づいてなくなってからいかないとなのかな。ナオコ倒したところに来たんですけど、めんどくさい、マジめんどくさい。どうするかだな。どうにかしてやる方法があるのかな。イノシビットを先殺したいんだよ。ここ先生でしょ。一緒に来んのよ、先生と一緒に。犬が一緒に来ちゃう。犬が離れるの待つか。犬一緒に来られてると困るわ。ここ先生でしょ。こうなんか水の中から上がるとかね。これで今いいんかな、離れとるわ。で先生ムービー逃げる。あ、やっぱいる、一緒にいる。ちょっともう、なんだよお前、ふざけんじゃねえよ。サクッと行け、サクッと登れ。ちょ、行けやよクソタモ。狙い撃て。見えねえ、全然見えねえわ。逃げ切った、逃げ切ったな。よしよし、逃げ切ったわ。やった、逃げ切れた。戻った。先生戻ったわ。戻った。パパ言ってるわ。危ねえ。ちょ、先生だけ殺そう、まず。ナイス、俺来いよ。2匹じゃねえだろうな。頼むぞ。2匹で来んなよ。先生。殴れんね。あ、バカ、カツンとやってるわ。カツンとやっちゃうわ。
呼ぶか。おい来いよ。おい来た来た来た、オッケーオッケー。ちょ、入れや、何やってんだよバカ。ゴミ野郎、この入れ。よし来いよ、よし来いよ。お前タメが押せんだよ、腐れ健康めこの野郎。ぶっ殺した、ぶっ殺した、ぶっ殺してやったよ。ぶち殺してやったんやろ、本当に。やなめんな、次犬だよ。犬がめんどくさいんだよ、犬が。あ、ブレインや死んでんのか。じゃブレインやし、あいつブレインやしや。生き方が全然分からへん、見えへんわ。帰っちゃうでしょ。ここ登れとかあったような気がする。どこだよボケ、はよ出ろや。俺はカス、どっから行くんだよ。俺は行く道が分からなすぎ、行く先が分からなすぎ。中野さん、じゃあハーハーじゃねえよお前、ハーハー言ってればいいじゃねえ。こっちか、こっちしかないな。よし行った、どっか行ったぞ。ん、焼け跡、焼け跡や。これは白衣が燃えてる、白衣の燃えかすや。きた、クリアしたわ。アーカイブあったんかな、アーカイブあったんかな。これタモン、もうタモンイラつくわ。アトランティス増刊号だけでした。完全クリアでございました、ありがとうございます。はい、じゃあムービー見ましょう。完全クリアでしたね。もうこの辺があんまりアーカイブないよね。終了条件達成、やったぜ。須田京也20時、3日目20時、デモシナリオ、水鏡、あそこが儀式してたとこか。あのあいつや、あいつが死んだとこや。あ、映ってるやん、ミヤちゃんが。ミヤ子、ここにいたんだ。私はずっと京也のそばにいるよ。マジで怖いわ、それはそれで。ねえ、こっちに来て。どうやって。水鏡の扉を開けるんだよ。水鏡の扉開けん、大丈夫。すげえ、なんか覚醒しそうやぞ。あの辺でエンディングなんかな。ドド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 ド、これやんけ、結局これやんけ、これやん、出た、これやんけ。またまたこのエンディングかよ。これかよ、なんだよ、最強なんのかよ、これで。またこれか、フリエン持ってんな、フリエン。どんなやろこれ。また毎回見ていくか、そんなこと言いたい、急に臭いこの演出。メテオ、メテオ、次のメテオが、これはそこや、無駄のとこや、アニメだ無駄。一切切ってない、燃えてるだけで切られてない。ダサさ、ダサさ爆発やな。もういいよ。もうええわ。はい、コンティニューネクストループ。さあどうなるんだ。あ、まだこれ選ばなあかんやつや。初日に全部踊るやつですね。で、須田京也。もうだからこれやってっからね、全部どれもこれもやってるよ。これ今とりあえずいいや。ということで、またなんか適当なシナリオをやります。これ多分もうクリアしてると思うよ。手紙でしょ、多分。手紙は判件帳だっけ、手帳か。何やったっけね、宮田さんの最初のやつ。あ、違うわ。ナースシューズね。やりましたね。はい、お疲れ様でした。